皆様こんにちは、おはようございます、こんばんは。いつ見てらっしゃるかわからないのでいろいろ言ってみました。今日はこの動画を見てくださって本当にありがとうございました。それからまずコロナウイルス感染のために、犠牲になられた方々も心から追悼を申し上げます。それから今戦ってらっしゃる方も、医療現場の方々も本当に大変な中尽くしてくださって本当に感謝をしております。この本当は平川町ミュージックスで6月4日5日に、バースデーの、2夜連続ライブを、行う予定だったんですけども、自粛のために延期になりまして、でこの度その平川町の方々とそれから作曲家ピアニスト谷川健作さんのご協力を得てこういう短い動画を制作することにしました。どうぞよろしくお願いします。私はソロでちょっと最初にドビュッシーの映像第2週から、今や月はハイジに沈むという、曲を弾くんですが、これが私がドビュッシー、今のような、ドビュッシー弾きで研究家になるきっかけを与えてくれた曲なので、と最初に置いてみました。それから今日は私がとっても好きな詩人たちの詩も私が読んだり、それから谷川さんに読んでいただいて、私がピアノ弾いたり、いろんな音と言葉のやり取りを楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
音楽のように、音楽のようになりたい。音楽のように体から心への迷路をやすやすとたどりたい。音楽のように体をかき乱しながら心を安らぎに導き、音楽のように時間を抜け出してぽっかり晴れ渡った広い野原に出たい。空に舞う翼と羽のある生き物たち、地に這うたくさんの足のある生き物たち、遠い山並みが眩しすぎるなら、得体の知れぬ霧のように立ち込め、まつげに一粒の涙となってとどまり、音楽のように許し、音楽のように許されたい。Thank you.
ニストは手がすべて。私の手は小さい。親指と小指をえいっと伸ばしてもドからレまでしか届かない。ラフマイノフはドからソまで届いたのに、左手の親指はいわゆるマムシ状態、根元の関節がへこんでいる。右手の中指は動きが悪い。でもその代わり薬指は結構強い。指と指の間もよく広がる。これがあるからなんとかステージ活動を続けてこられた。感覚は鋭敏。鍵盤を撫でるようにタッチしたり、 4H の鉛筆のように尖らせたり、猫のように引っかいたり、時々誤解されることがあります。ピアニストの指はシラウオのようでしょうと思われている。でもシラウオのような指ではピアノは弾けない。私の指は四角くて腹にはたっぷり肉がつき、関節も節くれ立っている。指先は鍵盤を叩きすぎてゴツゴツしている。愛部には向きません。手、愛部を好む手よ、香をたく手よ。その指の一つ一つにはさまざまな音色が隠され、それが日向にあるときは若いオミナの微笑むように歌うように、そして薄暗がりに隠すと病児のように青ざめて寂しい様子をする。丸く握るとき、それは甘い果物のように開けば清い蜂巣の白く花咲く姿に似ているけれど、時には茨に見える。そしてその中にも一つの風情があって、昼は明るい日が照り、暮れ方は暗く黄昏れて、月影がかぐわしくほのめく。ああ、かつて赤子に乳房を添えたて、この頃いつもの夢に現れて、私の定めを示す手よ。Thank you.
作曲家ピアニストの谷川健作さんです。今日はありがとうございます。こちらこそですあの、はい、うちの、ね、祖父の青柳みずほとそれからおじい様の哲夫さんは、はい、あのまあ、同じ町内ですので阿佐ヶ谷という町なのであの親しくさせていただいてたと思うんですけども、はい、俊太郎さんは本当に昔同級生で一回ご一緒したきりだし、うん、健作さんはもう全然接点がなくて、であのたまたまあの、岐阜のサラマンカの支配人の金玲子さんからご紹介いただいて、はいはい、ですから本当にあのついこの間のからの友達なんです。はいはい、もうまさか あのサプライズ起用というか何をやるんですかって感じ。私言われても無茶ぶり好きなんですよ。あごめんなさい。でもまあそんなに直接はおっしゃらなかったですけど、あんたの好きなようになさいって言ってくださったんで、はい、とても面白いプログラムを組んでくださって、はい、ちょっと安心しました。今日はね、なんか私はあの自分のテキストとそれからあの亡くなった祖父の青柳みずほが書いたってっていう詩を朗読して、で健作さんにこう即興でねあのジャズっぽいあのピアノをつけていただいて、であの逆にその健作さんは俊太郎さんの詩、はい、これそうですね、これは彼の音楽に関する詩だけ集めたもので、はい、ちゃんと5000詩そうなんですよ、この中から音楽のようにっていうのを読ませていただいて、それであの私は即興はできないので誰かが作った曲を弾くんですけど、あの、まあ、あのまずに読むと2分ぐらいっていうので2分のピアノ曲ってもう甘色の髪の乙女ぐらいしかないので、それを、はい、素晴らしい選曲だと思いました。いい、それからあの若い詩人の望月馬さんという方 の、はい、あのもう森へ、あの森へ行かないですか、うん、はい、ではあの私がとっても気に入ってそれで、はい、できたら読んでいただきたいなと思って健作さんにお渡ししたら、うん、健作さんもすごい気に入ってくださって、はい、これはあの発見です。これはもう泉子さんからこうなるんだよってそうなんだと思ってなんか音楽的ですよね、すごくね、すごくあのすごくあなんていうかな、こうよく言う音楽的というのともうちょっと深い意味で音楽、詩が音楽になってる、うん、はい、ような気がして、それはあの私がスクライビンの前奏曲をちょっとこう、うん、物浮く弾いて、はい、それからその、健作さんは今日歌も歌われる。これはですね、まあ、短く説明しますと本当はあの音頭マルトの奏者のね原田隆さんと私でユニット組んでます。で原田さんは、まあ、もう純音楽の世界ですごい人なんですけどね、世界的な。である日原田さんから連絡があり、
いや僕実はシャンソン歌ってるんだよ、フランス長かったしっていうことで、あの原田さんの方からオファーがあったんです。そうなんです。おで最初はシャンソンをやってたんですよ、はい、原田さんもピアノ弾かれるし、なんで僕なのって言ったら、いやマルトノをこう駆使しながら歌って君が弾いてよっていう、うん、そういうユニットなんですけどね。でそのうちに恐る恐る僕 の, あの中原中也の詩に作曲したものを持ってったら面白がってくださいましてですね、これ面白いよね、僕には女がないから苦労がないみたいなこれは俺が歌ってみるっていうことでそれ原田さんが歌うとこが面白い、ね、そうなんですよ、あのねダミ声というかね、これ悪口じゃないですよ、くたびれたおじさん一生懸命でくたびれたおじさんで、まあお呼びしようかなって思ったんだけど、まあちょっとこれはあくまでもやっぱり泉子さんのバースデー記念ですから、はい、今日はちょっと私が調子に乗って出していただきました調子に乗りました、はい。シフォンの歌。少女のスカートが膨らむ頃、私は顔を破壊した男の夢を見る。星々の瞬く間に長い目次があった。
アゼへと帰る少女の胸へ降り注ぐ天文学図鑑はいつしか手のひらへ細い雨を鮮やかに浮かべるだろう。クスクスと笑う女子の瞳が不意に遠ざかり、故郷の町へ頬にかすれては流れる静けさ。私たちの住む水門の廃墟はいつもなくしたものを岸へと打ち上げるから、浜には火がぽつりと揺れる。いつも死にゆく者たちの讃歌が聞こえる耳に貝殻を当てて、私の頬の中で真水のように丸く上がる。あの湾景が丸く上がる。少女は少しだけ笑って肩をすくめて、本当に世界は静かね。そうね、静かだから少しだけ安ニュイで気だるげなのは朝の陽気のせいかもわからない。少女は丁寧に折りたたんだ制服を昔の友達がくれた手紙だと思っている。もう長く教室の生徒たちの声を知らない。制服の着こなしを忘れてしまった。少女はそう言って小さく笑う。彼女にとってはもう必要でないものを置き去りにしてきたに過ぎない。いつだったか少女のクラスメートがお化けを見たと騒いで逃げ帰ってきたことがあった。彼が忍び込んだ海のそばの家にもこんな小さな子犬がつながれていた杭だけが残っていて、もう犬は跡形もない。どこに行ってしまったのか、それとも初めからいなかったのか、私に知る術はない。ただ家の周りにはまばらに草が生えていて、井戸は燃え尽きていた。いつかきっと君は手紙を書くだろう。けれども君は綴り方を忘れてしまったから、文字ってこう書くんだよってそっと教えてあげたい。震える手がそっと置かれている。少年は目くばせをして川に小石を投げるだろう。その向こうには太陽が沈みかけている。あれは何だ。少女は書きかけの下手くそな文字をくしゃくしゃっと丸めながら、いつかの記憶の少年と手のひらを重ねる朝を思いながら日記をしたためていた。やがて来るだろう朝を思い、少女はシフォンの歌を歌うだろう。下手くそでもいいんだよ。少女ははにかんで朝に燃える。La la 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 la
すごく楽しかった。いや、もう調子に乗りました。本当にすみません。あのアンコールのね、2曲をちょっと説明していただけますか、ね。これは私がもう泉子さんにアピールしましてですね、日本語のお稽古っていう、あの父が、まあ、30半ばの時ですね、当時あの自分と同世代の林光さん、寺島直彦さん、湯浅ジョージさん、泉拓さんも入ってましたかね、うん、あのもう本当に何人ぐらいいたかな、 7,8 人の作曲家の方々と組んで子供たちに送るっていう曲集があるんです。もう私があの 4,5 歳の時に聴いてた曲集なんですよ。で懐かしくって、うん、これをなんとかリバイバルさせたいなと思って、うん、今日ちょっとアンコールに提出したらやってみようって言ってくださって嬉しかったです。とっても素敵な曲たちで、ね、あのマネっていうマネっ子マネちゃんってね、うん、もう多分うちの父はもう3分ぐらいで詩をサラサラと書いてあとは林光さんマジックが素晴らしいですよね。でもう一曲 の, あのトンビのピーヒョロロもあの寺島直彦さんの、まあ、知られざる本当に花品っていうかな、僕大好きな曲で、今日はちょっと調子に乗って私が歌いましたけれども、この2曲を知っていただいただけでも私は嬉しいです。皆さんぜひあのまた歌ったり伴奏弾いたりしてください。それでは、今日はもう 全国全世界の青柳泉子ファンに私が、ね、第二でハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、どうもありがとうございます。おめでとうございます。